この物語はフィクションである。作中のいかなる人物、思想、事象も全て紛れもなく、お前の現実に存在する人物、思想、事象とは無関係だ。だが、忠告はしよう。関われば、例外なくこの光景を見ているお前は、それでもこの物語に参加したいということかな。確かに見たぞ。お前、選択したな。この同意を得られなかった側に、お前のような人間がまだ残っていたとは。待っていろ。会いに行ってやる。誰かいるぞ。あれ？だぞ、すぐに始末しろ。落ち着いていこう。誰だお前ら。戦力比較問題なし。ジョーカー、そのまま倒しちゃって。どうした、ビビってんのか。
仕留めるぞ、ペルソナ！いってぇ！ヤンズだ！チッ！ショータイムだ！アルセール！クオガ、気をつけて、なんか変なこと起きてる、危ない。Dust off. Is that what you do? Is that all you're made of? Whatever ain't right, brought it on yourself. Revisit your act, return to the real. Living on a guideline, then let down that cold up and drain. Instead of being bitter, back up, go grab your到着いたします。危険ですから黄色い線の内側までお下がりください。電車とホームとの間が広いところは足元に十分ご注意願います。あ、飛んだ。
はい、じゃあホームルーム終わりね。進路志望調査のプリント後ろから回して。あ、名前書いてるか確認してね。当たり前のこと言うけど、ネットで使ってるアカウントとかじゃなくて本名よ。私だったら片山久美、いい？こんなことから言わないとこっちの説明不足になるってさ。名前書き忘れないでね。出会えたようだね。ならばようこそ。君が見ているこの光景のことはベルベットルームと呼んでくれたまえ。ああ、自己紹介が遅れたね。私のことはイゴールと呼んでいただこう。そしてこの者の名はメロペ。私に仕える従者だ。メロペである。よろしくお願い申し上げておく。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。君は何らかの形で選択をしているね。故にこの場所に客人として訪れている。そうだよ、君自身の選択のことを言っているつもりなのだが、無自覚とは。なるほど、この部屋のありようを見ればそれも合点がいくね。例えるなら、心の海に開いた海底トンネルとでも申し上げておく。だが君は自らの意思で知りたいという欲望を示してみせた。かような世界の人間でありながらだ。今はそれでよしとしよう。それではこたびはこの辺りで。ああ、すまない、最後に一つだけ。無欲は時に君が君自身を放棄することにもなりうる。かような世界にあなた様のようなものがある。ゆえの主からの忠告、心得ていただきたい。お引き止めして悪かったね。それではまた。どうしたの？急にぼーっとして。進路のところチェックつけてないけど。
新井さん、どうかした？あ、片山先生。チェックついてない子は今回は特に死亡なしってことらしいから、もらっていくね。片山先生、例のあれ出たね。怒ってる。じゃあホームルーム終わります。あ、そうだ、最近また例のファントムって事件、被害に遭う人増えてるみたいで、泣き寝入りしかできないって話だし、そのせいかぼーっとした子も多くてさ、みんなも浮かれて標的にならないでね。ただでさえ枯渇の制服って街中で目立つから。じゃあ今日は終わります。だからそっちが歩きながらスマホいじってたからぶつかりそうになったんでしょって話をしてて。あ、君ちょっと。いいわ、行きなさい。今度から気をつけてね。ごめんね、ホームルーム終わったばっかなのに。すぐ済むから。さっき目の前で見ちゃったからさ。白紙の進路志望調査書、本当に何もないの？将来の希望とか何でもいいんだよ。そう、それ考えはあるけど答えたくないって受け取っておくよ。でもこれも私ら大人がこの子らに何も見せてあげれてないからで。大丈夫、予定外だけど入れとくか。ああ、進路さ、何かあったらいつでもいいから声かけてね。話聞かせてくれてありがとう。気をつけて帰りなね。あ、うもう誰かが。てか、こういうの事件になんないの？警察動けよって話。わかんないけど、無理なんじゃん？ファントムに会ったら仕方ないって諦めるしかないっしょ。おしゃべりなら学食でなさったら。廊下は走らない。種村先輩としゃべっちゃった。風紀委員でお嬢様とかマジ漫画っしょ。憧れる。まったく。あなた、大丈夫だった？通れなくて困っているように見えたから。
礼はいらないわ。私は風紀委員の役割を果たしただけ。利己的とでも言うのかしら。周りの迷惑を考えない子最近多くて。あなたも自分で声をかける選択を忘れない方がいいと思うわよ。人には自分の意思で動く力があるのだから。ごめんなさい、余計なお世話だったかな。私はこれで